ターン目の高校移転派されたらもう負けだから、スターン目の高校移転派されたらもう負けだから、見つけの50%で負ける。あー確定も確定しました。確定あー5割で負ける。あー点数表が変わったということでですね、まあ僕も新しいチームを作らざるを得なくなりましたね。はい、20点以下のというわけで、カノンを入れた三尺バーサス新しいね、新20点まあ、あのやべえ、暗黒の名前言った、暗黒の名前言った、大丈夫かお前新しい、あの、新アンダー20バーサスカロン軍団です。三尺バーサスアンダー20。さあ、もう 1P チームがまず暗黒の名前を振ってるけど大丈夫か。さあ、お尻を張りでリードルダッシュ死神かが、うわ結構からな。あー、でも普通にアンダー、相手普通にアンダー20だからね。いやもう負け、もう負けだよこれ。ダメージレースが灼熱すぎる。いや、ダメージレースが、ちょ、ダメージレースがさ、え、嘘でしょ。いけ、いきます、カバンを振り回して攻撃いきます。はい、いけ、仲間を超えたここでね、新一三尺来日いきます。いけー、うわなんで、あ、でもこれ甘い香りでさ眠らせるとかあるよ。それひどい香り、あーダメだ。このターン耐えるかすら怪しいぞこれ。このターン耐えるかも怪しいぞ。大丈夫か、圧倒的にダメージエースじゃ負ける向こうも一応アンダー20で組んでんだけどな、なんでこんな強いんだカロン。でも今日さっきさ、開始早々ね、いい当たりだよ。あー、足払いのダメージしちゃねえよこれ。なんこいつスカール、うー、サソリバチニードルラッシュマンドリク。あ、でもマンドリクが一番硬い。あ、毒食らうのやばいな。そう、毒が強いんだよな結局これさ。やばいな、え、これゲレゲレで終わんない。え、2ターンで終わる、 SP なしで2ターンで終わるとかなしよ。あ、あかんこいつ、あかん、ちょっと待って、え、マンドリク頑張れ、避けろあの点数表の大きな変更点としまして、2回攻撃できる武器を持った場合、コストがプラス2されるんです。これって、スターライトや天かける竜の剣技が強すぎたがために僕をそうやって思ったんですよね。主人公っていうさ、HP がまとまってあるのに、しかもさ、さらにさ、あの2回攻撃できるが強すぎるんですよね。まあ2回攻撃オンラインでしたし。ということで、あの、一番悲しかったのは、ハヤブサの爪なんですよ。これの2点クラスで一番悲しい目にあったのって、実は2回攻撃武器の割にそこまで強くないあのハヤブサの爪が一番かわいそうです。さあ、シャーマンくんです。なんか死神と似た性質持ってるんですよねこいつ。ドルマ返し、はい、あ、よっしゃ、 OK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  意外とシャーマンちゃんと変なとこ行くんだね。さあ、甘い香りで頼む、甘い香り、冷たい香り、あかん、50か、大垣にここに行かないな、こいつですよはい、もう、あのさ、初めての2回攻撃武器なんだけどね、スターライトたちにどう考えても、何こいつカロンが弱えのか、こいつが強えのか、4連撃!2回攻撃が弱いわけないんだよ頼むぜ、暗黒の呪文を放つ、オーガキング、よし、オーガキングは狙いとこ。さあ、向こうは人型チームです、ちなみにあれ。あー見えて人型ですね。右から左からキングストレート、いいよ、よっしゃ、ここだ、なんもダメだこれ、もう SP もヘッタクでもねえだろうがこれじゃねえ、これ SP もヘッタクでもない、これ SP もヘッタクでもなく2ターンで瞬殺される、くそー、この状況は打破しないといけないね。いくぜ、メダパニーマン、混乱しなさい。あー、お前か、シャーマン残ってぞ、呼び寄せてくるぞ。これさ、さっきもさっきのさ、1800しかないっていうのはもうね、なんかおはぎみたいな、だっておはぎあるじゃないですか、有名なチームのおはぎが1500ですよあってもそれじゃダメさ、普通に受けまくるんだもん。あー、もう許してあげて
許してあげてよ。4連撃がちょっと12点死んじゃん。うわー死にちゃうまでもうダメだ。 SP 使ってんのに。いけいくぜ。必死の抵抗。はいナイス。死神頑張ってる。ダメージレースや死神呼び寄せる。え終わっちゃう。まさか呼び寄せるで終わる。まさか。さあ何かを呼び出してランブー。あーよっしゃよく耐えた。よく耐えたけどギガスラで終わりなんだ。どう見てもギガスラで終わりなんだこれ。もうギガスラ使わなくても勝てるだろ向こう。いけ冷たい香り。あーダメだダメだお、ダメだダメだ何もできねえ。え、こいつらなんか、あれな、でもカロンね、なんか、やけに走り出すのなんなの君が。いけ、やけになんか走り出してますけど、あなた。俺行くぜ。あかんさ。もうだ、あははは、来た来ましたよ。右か左かキングストレートここだダメだ死ねダメさ。見てくださいこのチームを。パンドラワックスグレートオーラスシルドレーこちらは何かと言いますと僕の点数表で1点をつけられた者たちです。こいつらもなぜか一発で相性あるね。え、もう決勝戦ですよ。僕の点数表で1点をつけられた者たちによる仁義なき戦いが今始まりました。お互い HP すげえことなってんな。さあお互いね、僕のね勝手なね憶測でね1点にさせられたこいつらの仁義なき戦いが始まります。これちょっとお互いプライドとして負けられないよね。三弱 VS 一点軍団。まずはこちらね、耐久力が足んないっていうのは悟りました。ならばラリビエロの登場です。いきます。エロかまします。とりあえずまずエロして、HP を補強しましょう。まあ、耐久がなんとかないわ。ただ向こうはその分何をするかだよな。浴び席で素早さダウン食らったらやばいな、てか。てか早くよ、お前なんか、さあ、敵を突きつって、浴び席に強くねえか、お前。素早さダウン入ったら終わるぞ。何か状態異常が入ったら終わるからね。さあ、ドルーマンは誰に行くんだ。行くぜナイス。いや、死神頑張れ。死神頑張ってる。1点たちによる。勝手につけられた1点同士がね、戦っています。これがグレートですね。なんでパンドラちゃんに受けられてる。よりぶってなんでお前が受けてんの。あ、いいんじゃない頼む。甘い香りが効いている。よっしゃナイス。でかい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 。いいんじゃないか。お宝怖いな。お宝怖いよ。はい、何ヒロイケやばいドワン。あ、しーちゃんが避けてくれてよかった。しーちゃんが避けてくれてよかった。ここででも回復じゃね。それでもまだダメージ追いついてないの。1ターン目で追いつかないのやばくない。いやーマイコーリョンいいね。いや、いっていい勝負をしている。まだ向こう SP は持ってるけどいい勝負をしている。敵を引きずって突き進む。浴びせ蹴り早くねえかお前。なんかおめえ早えな。なんでかおめえらなんか早えの。いけ大術いくぜー。おらーなんでグレートレス250しか出ねえんだよ。頼む甘い香りとりあえず引き続けるしかない。頼むぜ。それ冷たい香り。あかんあかんなー。お宝、いや、ちょっと待って、こいつやばいな、パンドラちゃんが意外と強い。パンドラちゃんが意外と強い。行くぜ。あー、そこで撃っちゃったか、しりちゃん。パンドラボックスかグレートオーラスに行ってほしかったのに。やばい、来たリード。お、今まで俺のことを三尺と散々言ってきたな。復讐の時。うわ、なんじゃこいつはやばいな。え、聖なる祈りでもう750ぐらい回復してるでしょ。聖なる祈りで750ぐらい回復してますもうすでに、はい。それにもかかわらずもう押し切られそうですよ。早くも押し切られそうな気がしてきました。あーもうダメだ。一点たちによる人気。え、なんて嘘だよ。え、真の奴隷の
鉄球の一撃が重くのしかかる。なんじゃこいつら。一つひらめいたんですけど、自分で使うと弱いことの筆頭であるプラチナキングぐらいやったらもう勝てんじゃねえかな。あのもうこいつにぐらいなら勝てんじゃない。もうなんかこれやったら勝てそう。もはや勝てる相手探してるみたいになってる。プラチナキングやったらなんかもうさ、もはやここまで来れば勝てるんじゃない。自分で使うとめちゃくちゃ弱いことの筆頭であるプラチナキングならね、勝てると思うんですよ。だってまずギガスラッシュとか稲妻の剣振ればいい話ですからね。はい、ギガスラッシュ売ります。はい、もうその後はだってあと400削るだけですからね。まあ本来ギガスラッシュ振られたならプラチナ剣は賢者よし使うんですけどね。いやさすがにね、もうね勝てると思うんだ。ここまですりゃ勝てるんだわ。ああ自分で使うと弱いことの筆頭であるプラチナキングとね戦います。どうでしょうか。さあ飛来神でまずはどれくらい出るでしょう。ああプラチナキングって弱えな。あそれはそれはダメだね。まあプラチナキングって属性攻撃に対してはそんなに硬くないもんね。だから甘い香りとか冷たい香りたらもう終わる、終わりだと思う。タミナキ茶菓子いいよ。勝てるな。あこれは勝てるんじゃない。なんか手応えを感じました今。いいやんプラチナキングに勝てるやん。あの多分メタルチームは絶対無理だろうから、いやーってかわー。でもこの一旦ね倒しきれなかったのが賢者よし使われるんだろうな。それはもう絶対。お、いいね、しんちゃん。でもこれやったらなんかいけそうな気がする。あー、甘い香りでいいと思う。まあ、じゃあ、ここはアンバイをね、使わせてもらいます。さあ、プラチナキング側もね、ちょっとさすがに黙ってられない賢者の石使いましょう。こうなると削り合い。まあでも、ギガスラッシュで50有利。でも、なんか、飛来神のダメージ見る限りいけそうな気がするな。あ、でも、待てよ、プラチナカッターが。あれ、なんか、微妙な感じが好きだ。いや、でも、大丈夫、大丈夫。死にか、あちょっと待てってお前。お前いつからそんなに強くなった。はい、プラキン、お前いつからそんな強くなった。おい、うわ、いやなんかプラチナキングがめちゃくちゃ強いんだけど。いじみしてくるのやめろ。雷術でこっちも逆 HP がね逆転されてるぞ。てか行くぜ雷術、オーラ行くぜ。ダメだ。暗黒の鎌はね、暗黒属性入ってるんでかいね。いや暗黒入ってます。はい、しかも避けねえんだ、プラチナキング。しかも思ったんだけどさ、プラチナキング何一つ避けてない。プラチナキング 25% の回避率すらね、発揮していないんですけど、あいつ。これ勝てるって。はぁ、でも待てよ、素早さが。いや、黒いった。150ぐらいいける。飛来神がね、意外と火力あったからね。いけ！あー、ここで初避け。初避け入りました。25% の初避けです。あ、あれ？あ、おい？おい？え？頑張れ、耐えろ、避けろ、避けろ、あ！もう大体のやつには勝てねえってことがよく分かりましたよ。あ、正面完了です。最後に、でもワンチャンあるんじゃねえかっていう勝ち筋になるやつを用意しました。闇竜、レジェンドマンをそんな強くねえ、バラムロスの総称です。うん、卑怯者だね。要はこのバルボロスっていうやつは火力はあんまりないんですよ。なんでこいつなんか削り取られる心配もあんまないんですよ。どういうことかっていうと HP が5000あるじゃないですか。 HP が5000あるのと高い耐性とあの魔力の溜まりやすさですよね。はい、魔力の溜まりやすさによって、まあ要するにとどめとか判定が強である卑怯者集団の一人です。卑怯者集団って言われてる。チキンです。今言っちゃえばチキンです、あいつは。なんでこっちは、まあ、向こうより先に勇気を貯めて、とどめ勝ちをする。光の玉使うとかね。それしかないっすね。あんまり強くないっす。こいつの地獄スパークもそんな強くないんで大丈夫です。うん、ほらほらほら、そんな全然、本当に食らわない。やっぱね、死神が強いね、てか。あ、でも死神でもね、死神の方も打点がないかな。はい！あ、うわ、マジか！今まで頑張ってた死神がちょっと厳しくなったね。いけー、頼むひー。さあ、コンスタントにお互いね、へえ、もんなもん見るに耐えないね。どん底のダメージを戦うしてます。
見るに足りない正規の盆戦です。ダメージが低いんだよお互い。とりあえず向こうより先に魔力貯めないと、勇気の総裁になっちゃったらもう HP 的に絶対勝てない。なんで会心が出せんのはでもカロンだけか。これは暗黒の鎌が大気を切り裂く。はい、よいしょ。いや、バルボロスが暗黒に強えんだわ多分。国欲の爪が、でもそんな大丈夫でしょ、こいつそんな軽くない。ほらカロンで638だもん。だから本当にあいつは耐性で逃げ切るっていう卑怯者集団だから大丈夫だ。で勝ち筋はもうここに控えたまま使うしかない。ここのターンが全てですよ。このターンで控えたま使って勇気をため切って向こうより先にとどめを打てば勝てます。向こうはね、あのそれを阻止できるかどうか。いやでも、いや、たまるか。さあこのターンに勇気をためれば勝ちです。まあ、まず国欲の爪はまださっきの感じ耐えてたから大丈夫だ。カロン大丈夫、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 まだ大丈夫。 OK OK さあこのターンに勇気をためてくれ。頼むぞ、頼むぞ、頑張れ。170、何つうダメージ出しとんだお前らは。さっきからいけ、マシンガンのようにターンうまくいくぜ。頑張れ頑張れ、勇気たまる、勇気たまる、頑張れ頑張れ。ああ、いけ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 、よし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 、チキンに勝った。天は弱き者を見捨てなかった。行くぜラミエル、最後内股、せーの、よっしゃ。いやバルボルスが弱えな、これやっぱりバルボルス、バルボルスが弱えだけなんじゃねえかな。うわめっちゃなんか喜んでる。めっちゃ喜んでるけど、お前ら一つ言っとくぞ。癒着じゃ。